肘川町は、愛媛県の南予地方にあった町、肘川の中流域に位置する。2005年1月11日、大洲市、長浜町、川辺村と合併し、新しい大洲市となった。愛媛県の中南部、大洲市の南に接し、肘川の中上流域に属する。肘川及びその支流に沿ってわずかな平地が明け、集落は渓流に沿った平地と、 団球地帯に点在している渓谷型の山村である。警府肘川町の警府。昭和の合併。東上郡海部木村。横林村の一部。境界変更。町村聖寺市以前の村。明治期。か。町村聖志向自由。昭和34年11月3日。大谷大谷村合併。町政志向。中井谷肘川村。肘川町。 明ヶ谷に上川村、上川、山取坂山取坂村を、宮谷川辺村川辺村、横山、上松奥南村へ、土地上受け郡、平成の合併、中津受け村の一部平成17年1月11日、川崎編入へ、新設合併、大洲市、大和座上川の一部、大川村へ、大洲市、長浜町、 アメージ42年4月1日合併遺症は18年4月1日、編入、マイナス症は18年4月19日合併マイナス症は23年4月1日境界変更。お引く和は26年1月1日分立化症は30年2月11日境界変更。大須市等の平成の合併以前の系譜については、それぞれの市町村の記事を参照のこと。 地域住民一人一人の心の中にやる気の風を起こそうと風起こしの名のもとに地域起こし活動に取り組んできた。ありがとうございます。